目的地に到着。ここがサンドリオンのブリッジだ。クリード、どこにいる？クリード様がお出になるまでもない。お前たちの相手はこの召喚だ。ストリーガー、会いたかったぜ、クソ野郎。貴様ら遅い遅い遅い。退屈紛れにこのスピルーンを穴だらけにしてしまうところだったぞ。それはラピスの。今すぐその汚い手をラピスのスピルーンから離しなさい。いい声だ。他人の欲しがるものを持つ、まさにコレクター冥利に尽きる。ん？これを傷つけられると困るのか？あ？ストリーガー！落ち着け、イレス。俺も一緒だ。みんなも一緒だ。必ずあのクソ野郎からあの子のスピルンを取り戻させてやる。イネス、てめえが我を忘れてどうする？ガラド。クソ野郎か。その呼び名、高尚な趣味を持つ召喚にふさわしくないな。てめえの道楽なんぞのために子供のスピルンをもてあそぶようなやつ、クソ野郎でもまだ足りねえよ。ゴミクズのウジ虫野郎が。この召喚に向かってただの走馬使いごときがうれえな。これはリチア様。今おめえまた体が白く。リチア、もしかして悪か。あなた、まさかクリードにゼロムを。そうだ、クリード様が授けてくださった召喚の新しい力だ。ゼロム憑依兵に。相馬使いがゼロムにスピリアを売りやがったな。そこまで落ちたか、ストリーガー。なんて愚か。そんな方法で自らの相馬の力を高めるなんて。ほざけ、わめけ。さあ、ドイツのスピルーンが一番綺麗かな。心臓と一緒にえぐり出してよく確かめてやる。デビロー、ドリドリドリ。Hey!
ビルーンコレクションが。ゼロムを憑依させるとは愚かな。スピリアを売るなんて。イネス、スピルーンを。今だぜ、イネス。もっと強くなってやる。戦闘を積み重ねた結果だ。もっと強くなってやる。まだまだ強くなるぜ。この召喚がバカだ。ストリーガ、今度こそラピスのスピルーンを返してもらうわよ。危ねえ、待て、イレズ。この内虫野郎、ふざけた数のゼロムを憑依させやがって。あ、ラピスをゼロムの餌にさせるもんですか。イネス！もう、イネスったら無茶するな！ゼロムは自分たちに任せ、リチア様は転送術の解除。クリードのおらぬ間に、早く！はい。イネス、無事か？ありがとう。大丈夫よ。ほら、ラピスのスピルーンも。リチア、さっきの白化は体大丈夫なの？クリードがブリッジにいない。今しか転送術を阻止する機会は。これは、なんだこの音。ストリーガウが白化。ゼロムにスピリアを食われたのか？いや、今のはゼロムに食われたというより、そう、吸い上げられたのだ、ガルデニアにな。クリード、グラファイト。それにインカローゼ、生きていたの。もはやガルデニアの覚醒は全ゼロムを直接支配できる段階に至った。そしてガルデニアはセルランドのスピリアを直接吸収し始めたのだ。見よう！うん、力が抜ける。一体何が起こってるんだ。こんなの何でもないさ。お腹いっぱいご飯を食べればすぐに元気になる。なんだ、力が入らねえ。シャキッとしろ。それでも海の男かい。救援物資を運ばなきゃいけないってのに情けない。参ったな。どうやら金じゃどうにもならねえことが起こっちまったらしいぜ。弱虫はペリドット姉ちゃんの子分失格だと。神様、どうかこの子たちをお救いください。そんな、そんな、セルランドからスピリアがまたあの悲劇が起きてしまう。さらに絶望的な事実を教えよう。私は転送術の展開をすでに完了した。さあ飛べ、サンドリオン。ガルデニアへ向けて。まさかブリッジの設備を使わずに転送術を完全展開できるはずは。貴様が私への対抗思念術を組んでいたように、私もクオーティア復活に向け新たな思念術をいくつも用意してきたのだ。こんな強力な術を。クリード、あなたも自らの命を削っているのですね。ちょうどいいさ。ここでお前たちを倒し
ガルデニアも直接ぶっ飛ばしてやる。よく事態が飲み込めてないようだね。セルランドのスピリアが吸い上げられてるってことはさ、君たちのスピリアも吸い上げられてるんだよ。そんな体で僕らを相手にできるのかい？すぐに身の程を知ることになる。あの二人の結晶騎士のように死をもってな。二人の結晶騎士、ペリドットとバイロクスのことか。虫けらの名など覚えてはいない。覚えているのは奴らが無様に死ぬところだけだ。再生してやろうか。溶岩の海に消えてゆく奴らの絶望の叫びを。もう私は弟が死ぬとこなんか見たくないんだ。あ、立派な姉ちゃんだ。お前のような妹を持って兄ちゃんも嬉しいぞ。カル、こんなの相手にするな。どうだ、奴らの絶望の声は。そんなもので僕のスピリアが揺らぐとでも思っているのか。貴様には分かるまい。それは絶望の声などではない。二人が残してくれた僕への希望の声だ。目が早い。カル、シン、言っただろ。二人のスピリアは常に僕と共にある。あんなもので僕のスピリアは揺るぎはしない。見ただろクリード、いくらお前たちが汚い手を使おうとももう俺たちのスピリアは決して折れたりしないんだ。ほう、セルレイドの総末会がインカの反応速度を上回るか。面白い。クリード、次はお前の番だ。いいだろう、相手になってやる。いやクリード、セルレイドの器ごときが己で。いけません、クリード様、この者たちは危険です。危険すぎる。インカ、貴様、よくも私の目を潰したな。二度と貴様らをクリード様の前には立たせはせん。そしてこの手で倒す。警告、この術は我々を。貴様ら全員死の世界クォーティアへ飛ばしてやる。うわー、みんな無事か。白い森、白い大地、白い空、ここは一体。空を見て、白い月が青くなってる。青い月からガルデニアへ何かが流れ込んでる。違う、あれはガルデニアがスピリアを吸収しているのだ。あの青い月はお前たちの世界セルランド、そしてここはガルデニアに白化させられた白い月、クォーティアか。俺たち白い月まで吹っ飛ばされたのか。くそ、あと少しだったのに。やられた。どうやって帰るんだよこんなとこから。せっか
くラピスのスピルーンを取り戻したのに。そんな。心配いらねえよ、イレス。おめえは必ずあの子の元へ返してやるさ。あ、リチア、今のはまた吐くか。リチア様のお体は限界に近い。その体を押して何度も思念術を。そんな、リチアまでこんな状態で僕たちどうやって帰るんだよ。現在位置確認。すぐそばにクオートの都市がある。その都市への移動を提案する。そばにクオートたちの町。結晶都市ワンダリデル、茨の森サンドリオンが製造された場所。そしてリチア様、フローラ様のご姉妹とクリードが生まれ育った町だ。そこに行けばなんとかなるのか。確証はない。だがこのままここで何もしなければ可能性はゼロだ。行きましょう。ラピスにスピルーンを戻すまで私は諦めない。よし、行こう。ワンダリデルへ。